アレクサンダー大王の戦いとは、1529年に、ドイツ人の芸術家、アルブレヒト・アルトドルファーによって描かれた油絵である。この絵は、アレクサンドロス三世が、ダレエオス三世率いるペルシャ軍に対象した、紀元前333年のイッソスの戦いを描いている。この絵は、アルトドルファーの代表作として知られ、ルネサンス期の最も有名な風景画の一つであり、 それまでの歴史の前例にないほど雄大な光景が描かれている。ビルヘルム4世はアレクサンダー大王の戦いを歴史上に残る傑作として彼の住むミュンヘンに展示するように義務づけた。現代の評論家はこの絵をヨーロッパ諸国とオスマン帝国との戦争をアレクサンダーの英雄的な勝利と結びつけたものだと考えてられている。特に第一次ウィーン方位でのスレイマンの敗北は アルトドルファーに大きな着想を与えた。宗教的な背景は特にこの異様な空に描かれており、これはダニエル書の予言と差し迫った目視録に触発されたと推測されている。ビルヘルム4世紀の所有物であったアレクサンダー大王の戦いと他の4つの作品は現在未運編のアルテピナコテークに展示されている。紀元前100年に描かれた アレクサンドロスのモザイク画の中でのアレクサンドロス三世。アレクサンドロス三世は、紀元前336年から亡くなるまでの間、古代イギリシャのマケドニアの王であった。彼は、歴史上最も卓越した、戦術家、戦略家とみなされており、戦闘に負けたことがないと推測されている。彼の軍事的リーダーシップとカリスマ性は有名で、彼は常に、 戦場の最前線で軍を率いていた。ペルシャ帝国を征服し、ギリシャとエジプトとバビロニアの同化政策を進め、彼は古代で最も大きな帝国を築き上げ、ヘレニズムはヨーロッパ、北アフリカに広まった。ギリシャの情勢が平穏になり、マケドニア軍の統率が安定した334年の春に、アレクサンドロス3世は、ペルシャ帝国への遠征を開始した。 最初の数ヶ月の間はダレオスはアレクサンドロスの4万人の軍がペルシャへ侵攻していることを無視していた。5月のグラニコス川の戦いで初めてペルシャ帝国はマケドニアの侵攻に対して抵抗したが結果はアレクサンダーの勝利に終わった。翌年アレクサンダーは海岸沿いのアナトリア半島に進出し各都市のサトラップを降伏させた。さらに彼は内陸にも進出し、 北東のフリギアを占領した後、キルキアへと転身した。10月に、キルキア門を通った後、タルススで、アレクサンドロスの発熱のため、進軍は遅れることになった。その間にダレーオスは10万の軍を招集し、破隊圏のアマノス山脈の東側でダレーオス、自ら軍を率いた。11月の初めに、アレクサンドロスは、マルス湾からイッソス経由で、イッソス湾へと進軍し、 ペルシャ軍と不意に遭遇した。この時、ダレーオスはアレクサンドロスの後方にいたので、決定的に有利な地点にいた。ダレーオスはアレクサンドロスの撤退を妨害し、イッソスに気づかれた補給線を立つことができた。アレクサンドロスはペルシャ軍の位置を把握して、初めてミリアドに野営することができた。ミリアドはイスカンデルン湾の南東の海岸の港であった。彼は直ちに、 イッソスの南のピナルス川に引き返し、ダレーオスの軍勢が川の北側に集結していることを確認した。この時イッソスの戦いが勃発した。イッソスの戦いでの海戦前の陣形、ピナルス川を挟み、両陣営が退治している。この地はイッソスから 11km 南の地点にある。両軍の騎兵がイッソス湾に集中していることがわかる。アレクサンダーは、 右翼から自ら騎兵を用いてペルシャの昇級の防御を崩すことに専念した。ダレーオスは最初防護的な反応をとった。彼はマケドニア軍が川を渡ることを防ごうと棒を北側の川辺に突き刺した。中央の前衛はギリシャ人洋兵とペルシャ帝国の親衛隊によって構成されていた。これはペルシャの王にとっては常であったが伝令を効率的に送って 巨大なペルシャ軍を指揮するために、ダレーオスは中央の真ん中に陣取った。アレクサンドロスが溶かし、右翼から攻撃を仕掛けてくることが予想されたので、ペルシャの軽装不評の集団は直ちに山のふもとの昇級に送られた。ペルシャの右翼には、騎兵の多くが置かれた。アレクサンドロスは最小慎重に進軍を開始した。アレクサンドロスは右翼に下体ろいを置き、 ペルシャ右翼の騎兵の大軍に対抗するため、テッサリアの騎兵を左翼へと急行させた。アレクサンドロスは、右翼の昇級の重要性を認識しており、右翼を起点に軽装不評、急兵、騎兵を置き、ダレーオスの防御を崩そうとした。この戦略が功を奏し、戦死しなかったペルシャ兵は、山の中に逃げ込まざるを得なかった。敵の弓の射程圏内に入った時、 アレクサンドロスは命令を変更した。ヘタルロイを切り込み部隊として攻撃を命じ、ペルシャの左翼を速やかに突破するよう命じた。パルメニオン率いるマケドニア軍の左翼はペルシャ機兵の攻撃により後退していた。マケドニアの中央のファランクスは川を渡り、ダレーオスの前面を守備するキリシャ人傭兵と交戦を開始した。ヘタイロイがペルシャの左翼を押し返した時、 アレクサンドロスとマケドニア軍の間に隙間が生じたためダレーオスにこの隙間を利用するチャンスがあった。しかしダレーオスは左翼が戦闘不能になり脅威で亡くなったことに満足しその間にアレクサンドロスはヘタイロイをペルシャの中央を攻撃するために移動させて危機的な状況を解消した。ペルシャ軍はこの攻撃に耐えられずペルシャの前衛は カワベから撤退せざるを得なくなり、マケドニアのファランクスに、さらなる前進を許し、ペルシャの左翼からの圧力を取り除いた。アレクサンドロスのヘタイロイによる攻撃は止まることが、ないと思い知らされたため、ダレーオスと、ペルシャ軍は逃亡し始めた。多くのペルシャ兵は、マケドニアの突撃により命を落とし、遺体は逃亡する兵士により踏み潰されるか、馬により潰された。 一部の兵士はエジプト方面に落ちぶれたが、多くの兵士は北に逃れ、ダレーオスの下で再編成された。火が落ちるまで追撃は続けられ、最終的に追撃を開始してから約2 0トルほど進んでいた。アレクサンドロスは軍を再び呼び戻し、遺体を埋葬した。ダレーオスの家族はペルシャのキャンプに置き去りにされており、アレクサンダーは彼女たちを艦隊し、 身の安全を保証したと記録されている。ダレーオスの乗っていた馬は、彼の弓と盾と共に溝に捨てられているところを、発見された。古代の文献では、ビッソスの戦いで生じた損害はそれぞれ異なっている。シケリアのディオドロスやプルタルコスによれば、ペルシャの損害はおよそ10万人に対し、クイントスルーファスによれば、マケドニアの損害は450名である。 いずれの場合にせよ、ペルシャの損害は戦場を離脱できと兵を上回っていると推測される。アレクサンドロスに従えたプトレマイオスは、イッソスの戦いでの追撃中、どれだけのマケドニアの兵士が山海を越えたかを数えていた。マケドニアのペルシャ侵攻は、紀元前300年まで続き、ついにダレイオスは部下に殺され、アレクサンドロスはペルシャ帝国の王を自称するようになった。 アレクサンドロスが亡くなったのは、紀元前323年に、ちょうどインドへの遠征から帰ってきた時であった。アレクサンドロスの死因については、現在も論争が続いている。成城寺と、リュー・アルブレヒト・アルト・ドルファーは、西洋の風景画の回想として見なされている。彼は、画家、エッチャー、建築家、彫刻師で、ドナウ芸術学校の校長であった。 成城寺と竜とアレゴリーのような絵画が証明しているようにアルトドルファーの多くの作品はスプロールした風景の中に人を小さく描かれていることが特徴である。アレクサンダー大王の戦いは彼の絵画の典型的な例である。成城寺と竜について言及した歴史家のマークロスキルは次のように述べている。アルトドルファーの作品の風景にある。 様々な装飾品はその場所の人ざと離れ、人が寄り付かない場所であることを明らかにさせ、作品をより成功なものにしている。アルトドルファーは、アルプス山脈やドナウ川を旅したことがあったが、これらの地形の特徴は、歩道橋のある風景やドナウのレーネンブルグなども含め、彼の作品にはほとんど描かれていない。これらの作品は、古代も含め初めての純風景画である。 現代の様式とは対照的にアルトドルファーの多くの風景が縦に描かれている。この縦書きの風景は当時としては革新的であり、アルトドルファーの同時代のフランドル人であるヨアヒム・パティニールとその弟子に受け継がれている。イッソスの戦いのモザイクへこの作品以前にイッソスの戦いを描いたものはわずかしかない。フィロクセネスのエレトリアによって描かれたフレスコ絵画の イッソスの戦いが最初の作品であると言われている。この絵は紀元前310年にカッサンドロスのために描かれた。カッサンドロスはアレクサンドロス大王の最も有力な後継者であった。アレクサンダーとダレーオスは無数の兵士に囲まれながらお互いを自らの槍の射程に収めている様子が描かれている。逃亡するダレーオス三世。 アレクサンダー大王の戦いは 158.4cm120.3cm の母大樹材のパネル上にアレクサンドロス三世の勝利の瞬間が描かれている。この縦向きの絵は空間に余裕がある部屋で描かれた。いつ頃か不明であるが、このパネルはすべての橋が切り取られたので、元々の絵は空がより大きく、月は画面の中央寄りに描かれていた。 この光景は現実には存在しない地点から描かれている。この絵は視点が上に行くに従い、囲まれた海が見え、大陸が見え、地球の丸みまで描かれている。数千の馬と槍を構えた不評がこの風景に描写されている。二つの軍の兵士はそれぞれ時代が異なっているが、服装が明確に分けられている。アレクサンダーの兵は服を着込んで、馬に重い鎧を装備させており、 一方、ダレーオスの軍はターバンを巻き、馬にあぶみをつけず、騎乗している。この絵には、多くの戦死した兵士の遺体が地面に横たわっている。中央の前線のマケドニアの兵士は、敵の軍を粉砕し、ペルシャ軍の左翼が敗走している。ペルシャの王は三頭の馬によって引き入られた戦車に乗っており、アレクサンダーと彼が乗る清掃された馬に追いかけられている。この絵の中央部は、 小級が描かれており、兵士たちは緩やかな傾斜がある戦場をキャンプ地と町の方面に下り続けている。戦場の向こう側には地中海とキプロス島が見える。この場所は色が移り変わっており、下半分は茶色で、上半分は水色で分けられている。ナイル川が遠方で蛇行して地中海に流れており、川が途中で七つに分かれて、ナイル川デルタが形成されている。 キプロス島の南部は、市内半島があり、アフリカとアジアの間の陸橋を形成している。航海が地中海越しに描かれているが、両岸の山と同様にこう描いている、地平線に飲み込まれる。太陽とナイル川沈みかけている太陽と三日月が描かれてた荒れている空は、この絵の3分の1以上を占めている。立ち込めている雨雲は、天空のタブレットを中心に不気味に渦巻いており、 コントラストを強調し、天空にこの世のものではない光を吹き込んでいる。空からの光がこの風景にわずかに差しており、西ではアフリカ大陸とナイル川が太陽の光を受け、東ではバベルの塔が影で覆い隠されている。この絵の題目は天空からぶら下がっているタブレットに説明されている。この文章の言葉遣いはおそらくビルヘルム宮廷の歴史家。 ヨハネス・アベンティノスによって書かれたものである。もともとはドイツ語で書かれていたが、後にラテン語の説明に置き換えられた。内容は以下の通りである。アレクサンダー大王は最後のダレーオスを打ち破り、10万の不評と1万を超える騎兵を殺害した。一方ダレーオスは1000に満たない騎兵と共に逃亡し、彼の母と妻と子供が捕虜になった。 この戦いでのマケドニアの損害と同様、戦いの日付については述べられていない。このタブレットの左下のアルトドルファーのモノグラムが含まれており、タブレットの下の端には、アルブレイクとアルターファーズリージェンスパーグフェキットと書かれている。ダレイオスとアレクサンダーを区別するために、馬とバグにそれぞれ小さな命が入れられている。両軍ともに総兵力と損害を報告する軍旗を掲げている。 戦場の婦人たち両軍の兵士たち。ラインハルト・コゼレックは、ペルシャの兵士はターバンから、足元まで16世紀のオスマン軍の装備に似ていると、述べている。アレクサンダー大王の戦いでは、時代錯誤の描写がたくさんある。アレクサンドロスは16世紀の甲冑をつけており、ダレーオスはトルコ軍の軍服を着ている。つまり、アルトドルファーは、 アレクサンダーの東方遠征と当時のヨーロッパとオスマン帝国の間での衝突の両方を描いている。この絵が完成した1529年はスレーマン一世による第一次ウィーン包囲が行われた年である。当時のウィーンは神聖ローマ帝国の首都であり、トルコからは黄金のリンゴと呼ばれていた。オーストリア、ドイツ、チェコ、スペインの兵士は、兵数では、 オスマン帝国を下回ったが、ウィーンの防衛に成功し、オスマン軍を撤退させ、中央ヨーロッパへの、これ以上の侵攻を防いだ。イッソスでのアレクサンドロスの勝利は、ウィーン包囲の勝利と類似点があるので、この絵は、ウィーン包囲の勝利に触発されたと考えられている。いくつかの批判があるものの、この絵の時代錯誤な部分は、アルトドルファーが意図して描いたものだと推測されている。歴史家、 ラインハルト・コゼレックは著作フューチャーズ・パスとオン・ザ・セマンティックス・オブ・ヒストリカル・タイムの中でアルト・ドルファーの時間的表現をより哲学的な視点から議論している。表面上の時代のズレは損害数を掲げる軍の旗に見られ、より深い部分の時代のズレはこの絵の当時の時代背景に根付いているという違いがある。ラインハルト・コゼレックは 深い部分のズレは歴史上の出来事によって上書きすることができないもので歴史の再帰的な認識によって強調されていくものだと仮定した。コゼレックはキャサリン・デイビスの以下の主張を引用している。アルトドルファーにとって4世紀のペルシャの装備が16世紀のオスマンの装備に見えることは装備の違いを認識していなかったのではなくアレクサンダー大王の戦いにおいて 装備の違いは問題にならなかったのである。言い換えれば、現代以前の時代は、時代が一致しないことと、歴史的認識の欠落があることを例示している。アルトドルファーの描いた歴史的なベールを、終末論的な観点で表している。実際16世紀の世界観は、永遠回帰の世界に閉じ込められており、将来は永遠に同じことの繰り返しであると、考えられていた。 そのような世界観からはどんな出来事も起きることはなく、予見や到来といった概念は時間で区別することができない、神聖な歴史の闇に葬られてしまう。アレクサンダー大王の戦いは何、世紀もの間、バイエルン公のコレクションとして存続していた。18世紀の後半になるまで、シュライスハイム城のギャラリーの展示品であった。1800年。 ナポレオンの大陸軍によって奪われた72の品の中の一つにこの絵が含まれており、パリに移送されることになった。ナポレオンはアレクサンドロスを崇拝していることで有名であった。この絵はルーブル博物館に1804年まで保有されたが、ナポレオンが皇帝に就任した時に彼の所有物となった。1814年第6次大仏内同盟による攻撃により、 パリは陥落し、プロイセンはこの絵を奪還した。この時、アレクサンダー大王の戦いは、ナポレオンの浴室に掲げられていたと言われている。アレクサンダー大王の戦いは1800年に、奪われた他の26の絵と同様、1815年に、バイエルン王のマクシミリアン一世によって修復された。アレクサンダー大王の戦いを含む5つの、ィルヘルムの絵は後に、 ミュンヘンのアルテピナコテークの王国の収蔵物として引き渡されることになり、現在に至る。また他にも3つのビルヘルムの絵が1618年から1648年の30年戦争でスウェーデン軍により略奪され、ストックホルムのスウェーデン国立美術館に収蔵されている。アルトドルファーによって描かれたスザンナと長老たちは、アルトドルファーの作品で唯一アルテピナコテーク以外に、 収蔵されている絵である。この絵画は、北方ルネサンスに大きな影響を与え、15世紀と16世紀の北、ヨーロッパにおいて、古典的な人間性と文化を再起させた。アルトドルファーは、風景画の先駆者であっただけでなく、19世紀と20世紀に大きな影響を与えたロマン主義と表現主義を早期に実践した。ケネス・クラークは、 アルトドルファーと同じ時代のマテアス・グリューネバルトとヒエロニムスボスについて次のように述べている。彼らは現代では表現主義の芸術家であると述べられている。なぜなら表現主義は著しく一貫しており、これらの16世紀前半の風景画の作品には共通して同じ理念、形、動きの表現が見られ、これらは現代の表現主義の芸術家である、 フィンセント・ファン・ゴッフホ、マックス・エルンツと、グレー・アム・サザ・ランド、ウォルト・ディズニーの作品には同様の表現が見られる。また芸術評論家のピア・クーヌオも以下のように述べている。アルト・ドルファーのアレクサンダー・大王の戦いは、宇宙規模のスケールで描かれており、彼の精神とロマン主義、現代芸術との神話性は特に称賛されるべきものである。アレクサンダー・大王の戦いは、 アルトドルファーの代表作であると考えられている。ピア・クーヌヨはこの絵は、他の15の作品からは、壮麗さゆえに孤立していると述べている。ドイツ人作家のフリードリッヒ・シュレーゲルは、アレクサンダー大王の戦いをルーブルで見た人物の一人で、あるが、この絵に共感し、小さなイリアスであると述べた。ラインハルト・コゼレックは、アルトドルファーの絵の数千の兵士たちは、過去に例がないまでに、 隅々まで描かれていると述べ、キャサリン・デイビスはこの絵をあらゆる感性が画期的であると述べている。ありがとうございます。